医師、オリンピック選手も通う姿勢矯正の専門家、姿勢矯正トレーナーのレグルスです。今回はレグルス受講生の現在はブラジルでプロサッカー選手として活躍する甲斐翔真選手に協力いただいて、股関節で捉えて胴体深部から動かせる体を皆さんに見ていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。受講が最初が何月ですかね。去年の11月、はい、11月。どういう経緯で変わった感じかをちょっと話して。最初僕の兄貴とかがやってるっていうのを、はい、スサルの名古屋オーシャンズの、はい、変わってるっていうのを聞いてすごい、はい、で始めてみて、レベル1、レベル2、レベル3で椅子の体操とかやって、はいはい、結構体操とかできてきてるなっていう雰囲気があって、はい、チューブが入るやつじゃないですか。そうですね、レベル4からです。そっからもう朝起きたら体めっちゃ軽いなとか、いつもやってる動きの中ですごい軽くなってんなっていう感覚が出てきたり、相手と対人してる時とかにもゆっくりに見えるような感覚になったりするのがすごい変わった。しっかり今からやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず少し膝曲げた姿勢で頭と骨盤を動かさずに溝落ちに手を置いて、まず円を描く。おお、いいですね。これが腸腰筋の動きですね。胸と骨盤が分離していきます。はい。じゃあ次は首の根元を右、溝落ち左、おへそ右。おお、いいですね。一番下は肋骨の下を入れ込むイメージ。そうそうそう、もう一回やってみよう。スッスッ、おー、そうそうそう、多いですね。でこれが進化すると小さくできるんだよ。スッ、なんかもう3点じゃなくて何点でもいいです。ちょっと練習してみます。おー、そうそう、これが腸腰筋の動きであり、つながってる仙腸関節、骨盤の中の動きですね。おー、いいですね。横向いてちょっと膝曲げた姿勢で骨盤が前に出ずにぐーっと反って、反った状態でこう、骨盤をこう前後に動かせると理想です。ぐーっといった状態で前後に動かす。おー、だいぶ動かせいいですね。はい、正面向いて肘を真後ろにやってもこっちがつられないようにぐーっと。おー、いいですね。肩と胴体が分離するということですね。はい、っていうことは結局相手を抑えた時も視野保ったままここが分離してるんで、だし走りにもつながってくる。はい、ぐーっと。おお、だいぶいいですね。おお、いいですね。はい、これは基本の動きですね。はい、得意な形あります。ドリブルです。ドリブルのカットインです。こうやって左サイドで持って、あ、右ですね。はい、右で持って、それを一回。おお、おお、いいですね。感覚としては首の根元を、まあ、ゆっくりやるんですから、はい、少し左にやって溝落ちを右に落とす、はい、そうで左に抜くっていう感覚ですね。はい、もう一回お願いします。走りのポイントは普通に走るならこれが速い、はい、陸上選手でもサッカー選手はこういう走り、はあ、なぜならこう、はあ、手を使いたいから。そう、右手を使う、肋骨を動かす。おお、そうそうそう、今の、そうそう、今の感じ、はあ、こうなんかチューブ引っ張るように。おお、いいですね。ディフェンスの感覚で取っていきます。はい、お願いします。おお、こういう切り返し動作です。あ、大体その日本人選手はこれ膝で踏ん張る、はい、膝ですね。膝で踏ん張るんじゃなくて着地の前に仙骨を左に振る、はい、こういうイメージ。こういうイメージ、これを先にちょ、こっちから見せるとこれをこういう感じで、イコールそのこの瞬間ここが最後縮む、はい、ちょっと練習しようですよ、ボールなしで。そう、仙骨を左に振って、そうそうそう、もっと速くから、もう一個速くから、こんな感じ、もうワンテンポ速く振っ
あ、マラフティーズ、こう言ってもう極端に行くとこういうイメージ、あーこういう、でこっちから行くとこう、これをグッて、これ練習、右に振る、左に振る、あ、そう、こっちの方が得意ですね、左に振る、そう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 、そう、もう膝今何も負担ないと思います。はい、そうです。これが、まあ、仙腸関節の動きであり、胴体深部がこう縮めれることで結局これができる、はい、大前提で股関節で捉えているっていう状態です。その膝には来なくなりました。なんかここで受けてる感覚、内転筋ではないんですけど、なんか膝に入ると膝が外向くんで、股関節で取られると膝が内に入る、はい、そして伸ばし気味になる。そう、重さがない、そうそうそう、無意識になってると思う、はい、そうですね、多分無意識で、この仙骨だけ、これはまあ切り返しとかで、だけもあのイニエスタとかシャビ選手はもうブンブン振ってもう切り返しのもうイメージを、でこれは結局なんかディフェンスの時もこう対応しとってこっち行かれる時、はい、こういうイメージ一回やってもいいですか、ディフェンス、そうそう、イメージとしてこういう感覚でできるようになると、おお、そう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 、はい、でも一歩が、そう、モドリッチ選手の切り返しとかもクーになってるんで、この切り返す時こっちに、でもこれ無意識に、でも意識した方がいいですもんね、できない無意識、まあ、でも練習は意識で、そうですね、やってる間に無意識になっていくぐらいの、やっぱり意識から無意識になる、おお、いいですね、おお、そうそうそう、ぜひ練習、そう、これが、はい、仙骨の動きであり仙腸関節の動き、さっきのこういう動きやってもらうと前後に、おお、そうそう、横プラス前後の感覚、感覚です、そう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 、いいですね、立ち方を見ていただくといいです、一回立ってもらって、これが言語化すると骨盤が前傾、お尻がクッと上がって首の根元、みぞおちの奥、骨盤の中心、足首の根元が一直線で反る、かつ鼻の先とつま先が一致する、これが中心軸の定義なんで、ぜひ日々の立ち方、歩き方はこの感覚、はい、はい、いいですね、ジャンプからヘリングの感覚として一回伝えるのは、バネみたいなイメージで一瞬下への意識を持つ、最初からこうじゃなくて下への意識持って胸を斜めに、こういうイメージ、まず普通の何も意識しないジャンプします、この辺です、だからヘリング、そう、これがまあダイジェストの方は膝でやってるようなジャンプです、はい、胴体で飛べる感じ、一瞬縮んで、おお、そうそう、滞空時間長くなるんです、ちょっとヘリング風に縮めて胸、おお、そう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 、さっきの胸椎の反りができることでこれが反れて、ああ、反る丸めるです、反る丸める、おお、いいですね、だいぶいいですね、はい、確かに滞空時間長い、滞空時間長い、タイミングはもちろん落下地点の予測とかは絶対重要、確かに、でもこうやって反る感覚で胸を上げていったらこの後のこれも強くなるから、そう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 、ちょっと意識をぜひこれも無意識、はいはい、この反る丸める、クリスチャン・ロナウド選手見てもらうと、おお、そうそう、だけ頭だけじゃなくて胴体でいく、ああ、ちょっと意識して、おお、いいですね足の速さどうですか、変わってますか、短いのとかは速い、あ、一瞬ですよ、はい、切り返しとかステップ踏んだ時に軽いんですよ、ここで踏んでるなっていう、はい、無意識に来た時がすごい、そっからもう、ディフェンスの感覚としてはまずもう股関節重心は当たり前で、ああ、胸骨ここで支えるような意識を持つ、こういう感じ、はい、そうで、ここで、まあ、練習したようにこう、はい、ステップなしで股関節で抜いてフッと、そう、
でこれにさらに胸をこう絡めれるとこういう感じ、胸を絡めれるとより先に胸いく、胸のこのクッと、そう、そういう感覚でやっていくと、いや、ミリトン選手ブラジル、あ、はい、ミサイルバックでこうやってまだここ残してるんです、はあ、でまだこっちも対応できる、で三笘選手がこっち行ったんでここ抜いてそっからゴールみたいな、うん、胸を絡めてくるとおー、そうそう、まあ、少しずつレベルアップしていくんで、どん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 体進化していく、本来多分レベル8も4月ぐらいにできたじゃないですか。その時がもうなんか本当一番、あ、それが試合で、そうです、試合で初めて、あれのもう本当2週間前ぐらいからめっちゃ来てる感じで、はい、調子もめちゃくちゃ良かった。あ、キックどうですか、例えば反る丸めるの感覚、あ、ちょっと意識、もう無意識でしょ、反る丸めるの、そうそう、強いシュートで続けて絶対反る丸めるの感覚、そうそう、ちょっとボールなしで、おー、いいですね、やっぱ足先じゃないですね、胴体が、でもシュート強かったっす、俺、あ、シュート、あっち向いてもう一回やってみますか、おー、いいっすね、胴体が入れ込んでからのシュートとかどうですか、深部で調節したような、例えば無回転を打つときはおへその動きで打つような感覚があります、モドリッチのアウトサイドとかも入れ込んでこうやってるんで、打ち終わった後に絞る感じですか、それとももう打つ前、打つ前、一回腸を潰す感覚って表現してるんです、あ、本当ですか、無回転を打つ時、そういう感覚あるはずです、大久保選手、潰す感覚はこれなんで、うん、ちょっとそれをだけただ蹴るパターンと結構入れ込んで蹴ると多分軸足の方に入れて蹴るんですか、どっちもある、あ、それもやりやすさ、やりやすさとかそういうので、その辺を調節してもらうと、はい、面白いです、そうそうそう、もう動く前提のプレーなんで、得意なプレーでぜひ最後抜いてもらうと、はい、はい、お願いします、いいっす、今強一だったと思う、あ、本当です、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、もう海外トップ選手とやれるからだな、もともとの技術と一致させると絶対いけると思う、将来日本のエースになると期待します、ね、頑張ります、はい、自分の目標はレグルス受講生が全員揃ったメンバーが日本代表になって日本代表が優勝することだ、それを VIP 席で観戦することが目標だ、はい、ぜひお願いします、頑張ります、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。